ピーリー・レイースの地図ピーリー・レイースの地図は、オスマン帝国の海軍軍人、ピーリー・レイースが作成した現存する二つの世界地図のうち、1513年に描かれた地図のことを指す。ピーリー・レイスの地図とも、当時知られていた最新の地理知識を使ったと考えられる公開地図で、1929年に、 イスタンブールのトップカップ宮殿博物館に収蔵された写本類の中から発見された。地図はガゼルの洋皮紙で作られたもので、インド洋を描いていたと思われる右半分は失われてしまっており、現存する部分は大西洋を中心に描いた左半分の断片である。大西洋を描く残存断片はこの海域の公開図になっており、 陸地として、イベリア半島とアフリカ大陸北西部、南北アメリカの東海岸、及び南アメリカから伸びる陸地が描かれている。南アメリカから伸びた陸地には、周辺を航行する船と動物が描かれている。この地図は、クリストファー・コロンブスがアメリカ大陸を発見し、アメリゴ・ベスプッチが南アメリカを調査してから間もない時期に描かれているにもかかわらず、 アメリカ大陸を非常に詳細に描いており、コロンブスやベスプッチの原図が失われた現在では、アメリカ大陸を描いた史上最古の地図と言われる。地図に付された文によると、この地図は1513年に作成され、1517年にエジプトを征服したセリム一世に検定された。ピーリー・レイイースは、総計で33枚の地図を参考にしたという。 ピーリー・レイイースが地図を描くにあたって参考にした情報源にはイスカンダル王の時代から伝わるものを含んでいたとも言われる。8枚はイスラム世界の地理学者のもの、4枚はポルトガルの航海者の作成したもの、1枚はコロンブスの新大陸地図であるといい、残り20枚の詳細は明らかにされていない。地図は現在もイスタンブールのトップカップ宮殿に保管されているが、 平時は一般公開されていない。この地図には南アメリカの南から伸びた陸地がさらに東に伸び、大西洋の南へアフリカ大陸の下に回り込むように地図中に書き込まれているという不可解な点がある。この陸地は地図が描かれた時代よりもかなり後の19世紀に発見された南極大陸の北岸とも思われることから歴史資料としてよりもむしろ大パーツとして 世界的に有名になっている。オーパッツ説を取る人々は、ピーリー・レイイスがイスカンダル王の時代から伝わる資料をもとに地図を作成したため、古代から伝わる南極に関する正しい知識を利用することができた傍傷であると考えている。ピーリー・レイースの地図を常識ではあり得ないとし、オーパッツだとする立場の人々の主張は以下のようなものである。ピーリー・レイースの地図を 大ツではないとする立場の人々は南極大陸と思われているものは南アメリカ大陸であると主張している。南アメリカ大陸を南極大陸の位置に書いているという説で次の説明がなされている。そして正確に南極の位置を知って正確に描いたという前提は成り立たないとしている。ありがとうございます。